ところで使えるカーボンの上も特に、まあ、皆さん使われているような電池のその負極側にその炭素材料がまたそこにも使われている、まあ、我々はその炭素に似た材料であるんですけども、そこに違う原子ですね、炭素原子とは違う酵素原子であったり窒素原子を入れてあげる、そうすると、普通の炭素では出せないような特性が出せる、そういう材料をまず作らないといけない、いろいろ測ってですね、どういうものなのかという分析してですね、それがどういう特性なのか、それに対して、まあ、エレケンの先生方のバックアップがあってですね、一連の作業ができるっていうのはなかなか難しいことなので、特にそのいろんな装置を使って、ね、測る、多方面的に見ることができるというのは非常に大きい、あれだけの装置を触れるってまだそうそうないと思うので、やはりその装置を触るということが一番大きいかなと思います。このロボットは一応言いましたら、あの大学内であのロボットプラットフォームと言われてまして、私は一応あの下半身の方の車体と腰の部分の担当をして、まあ、基本的にあのいつでも動かせるようなぐらいの感じに整備とかしてます。で、自分の学科以外の先生方とも関わって、あのいろんなアイデアをとかそういうのを実現していくっていう、そのプロセスとかそういうのがやっぱりあの面白いと思ってます。光複合加工機だと金属の粉で作ってるんで、やっぱちょっと強度が持つっていうのと、今までだとそのフライスを回して難しい加工をしてたんですけど、 CAD データとその機械があったらそれが作れるんで、やっぱそこでも便利じゃないかなって思いますね。会社とかに入った時に形は違うかもしれないんですけど、役割とかは多分頭の片隅には入ってると思うんで、自由工房にはこういうロボット、特に人型ロボットが好きな人たちが集まってくるんで、その中でこう大会に出るってなったら競い合って、それが最終的にはこう自由工房全体の技術力の向上につながっていると思います。ゆくゆくはこう自立ロボット、ロボットが考えて自立行動するロボットっていうのを作ってみたいなと思ってます。今の仕事も結局自分で、まあ、実験というか試験をしてみたり、試験をして自分で検討してっていう作業が結構あるので、やっぱ大学の時に多分自分で考えて何か試行錯誤して、失敗をまあ糧にして、まあ、諦めずにやるっていう、そういうことがまあ大事っていうのは、まあ、大学の時にも教わって、で、まあ、会社でもやっぱそれは大事ってまあ言われます、教わりますし、まあ、自分もそれが大事なことだなと思ってます。ここで使う器具使ってやる実験とか面白いなと思います。実践的に物事を学べるので、すごいいい環境だと思います。臨床に自分が出た時にすぐ使用できるように、実際の患者さんを考えながら勉強できるというのはすごくいいことだと思います。一番の利点は設備だと思うんですね。その手術室のモデルルームっていうのがあって、入った時に一番衝撃的でしたし、もう早い時期から取り組んでいくっていうのはすごく私の力を伸ばしてくれる授業であったりとか、そういうのはすごく発見できたかなと思います。産業的にもどんな果物の中にどんなポリフェノールが入っているかっていうのが分かったら、健康食品とかそういったものにもいろいろと応用が効きますし、実際に化合物それぞれに対して特性があるんですよね。で、もしもそのデータが全て保管されたら、本当になんで人の健康に関係しているのか、その解明が進むと考えて取り組んでます。そうですね、大学の印象としては思ったよりもこう設備が結構整ってまして、モーションキャプチャースタジオっていうのは他の、まあ、大学とかでなかなかない施設だと思うんで、 3D モデルを簡単にそのゲームに反映できる開発環境が整ってますので、その中で勉強できて、その施設を利用できるのは非常にいいことだと思います。僕自身は今デンちゃんっていう、学生が主体となって映像を作るっていうようなプロジェクトに関わっていまして、フル CG のキャラクターっていうのが登場する予定なので、本当にプロのスタッフの方がいらっしゃって、すごい手厚くフォローしていただけるので、そういった面でもすごい安心はできます。モニターが置いてあって、そこに映像を流して、それに合わせて声を録音したりとかもできますし、帰り際に利用するとか授業終わりに利用するっていうことができるのはすごい学生としては嬉しいです。本当にワクワクしながら自分の作品を作っていけるような環境が整っているなとは思っています。